こんにちは、ブルホスです。本日も読んでやってまいりましょう。あの世の者たち。おやすみ、プリンセス。おやすみ。姉さん、大丈夫？今度はいつ会えるの？なかなか難しい話だね。さあ、いつだろう。これは、もう3日もオフィスにこもりっきりだ。5日、5つくらい前のパートで、ね、奥さんと娘さんを何よりも愛していたからね。奥さんと娘さんが酔っ払いのトラックに轢かれて亡くなったという時系列の次ですね。ていうか、どんだけ詰め込むんだろうね、人生の中。確かに人生ってたくさんいろんなことがあるけど、ゲームとしては、さあ、もう寝なさい。行ったり来たりして結構大変なゲームだよね、これね。さあ、果たして今回のパートで一体どんな展開を見せるのか楽しみです。出れないよって、あ、すげえ可愛い服着てる。左下のフクロウが可愛いよね。寝れなくて起き上がるのかな。あ、やっぱりいけるね。じゃあ、あれ、こう、Where's the call？ あ、いけないか。なんかできる。あ、もう意識が遠いから行くことができないのかな。じゃあ戻ろうか。はい、反対向いて。なかなか寝れないよね。おいきなりホラーやんけ、もう。いやいや、あの、立ってる娘さんの方なのかな、もしかして。ああ、生きてないよねこれ。皆さん、怖くないですか？僕はめっちゃ怖いです。だってもうタイトルがタイトルだもん。おお、ああ、開けたら目の前にいたよね。せめてドアは開けようぜ。そしてコールどこ行った？もしかしてあれかな、レイさんの看病でもしに行ってる？あれかな、レイさんのところに連れてってとかなのかな。うわ、怖ー。おお、ちょっと、そういう演出はやめようよ。怖すぎるだろうよ。あ、ワープがお好きなんですね。よう行けるな、こんな一人で。ジョディ、いくらエイデンがいるとはいえさ。そしてなんで誰もいないの？夜中だから。まだだってジョディがさ、寝てる時間くらいだったらさ、大丈夫なはずだよね。あ、もしかして私ここにいるのみたいな。おいで。あの世に導かれない、これ。うわぁ、導かれてそう。お邪魔します。ここどこ？大丈夫？入ったら目の前にいて、ば、違うわ。あ、同期です。姉さん、おはよう。なんかちょっとメガネ取ったら若いね。こんな時間にどうしたんだ？いや、ちょっと娘さんに導かれて。なんかできることあるか。エイデンでできそうなことは特にないかな。ないね。なんだっけ、なんかあの、ない、できること。とりあえず、姉さんのことハグしよう。お手手つないで、私がそばにいるよ。あ、そういうことか。え、違うの、姉さんのこれで、あ、いけてる。あ、なるほど、憑依して娘になりきって、で、教えてあげるんだ。ただやっぱり悲しまないで、パパ。あれ、なんだって？一瞬だったの。どうしようもなかった。これ、ジョディの声じゃないよね、娘さんの声。でも痛くない。やめろ、ジョディ。痛くなかったの。いいか、今すぐにやめなさい。私たちはここよ、姉さん。おお、すぐそばにいるわ。ローラ、愛してるわ、あなた。あ、これホームレスでもやってたよね。うん、答えてくれ、ジョディ。行っちゃった。呼び戻してくれ、二人を呼び戻してくれ。多分無理よ、できる時間が決まってるんだよね。いい、あ、行っちゃったのか、そういうことか。なるほど、ダメだ、行っちゃダメだ。まだ行くな。そうだよね、行かないでくれ。うん、
すごく会いたいんだよ。万が一自分が同じ目にあったら俺多分追いかけるもん。普通に生きてく意味なくなるもんね本当に。あーやばい、めっちゃ泣いてる今。涙が止まらないよ。どうしよう。いやまだここまでその子供を育てたとかさ、結婚生活が長いとかじゃないけど、いやあ、もし自分だったらって考えたら止まらないよね。ということで次行きましょう。ブラックさん、うん、急に黒い太陽だね。急にパートが変わるもんね。竜の隠れ家の次だね。カジルスタンにあるコンデンサーは破壊され、裂け目にはもはやアクセスできない。カザフスタンみたいなものなのかな。今や我が国だけがインフラワールドにアクセスできる。本当自分のことだけだよ、ね、これにより新たな戦略および軍事的視野が広がるだろう。我々は軍事利用が可能なエネルギーを発見するための新しいプログラムを発足させ る。ジョディと、それからダイアンが2人で潜入ミッションを始まりに過ぎない。してクリアした結果、今はここに戻ってきてるんですが、先に行って待ってるよっていうライアンの最後の言葉があったんで、我々は必ず新世界を発見、でも死んでるそしてその世界を獲得する。今我が国の新たな時代が始まろうとしている。全然ジョディのことを気にしてねー。真ん中会議やってらんねーわって感じかな。さて、あれ違う、待ってるわ。あれライアン生きてるやん。普通に生きてた。なんだよ、ややこしいな。今の話全部違ったじゃん。恥ずかしいわ。ライアン先に行って待ってるよって言ってたのに、全然普通に、そういう意味で待ってたのに、俺は会議に参加しないから先にロビーで待ってるよって意味になっちゃったじゃん。うわ、言葉の重み変わるわ。何話してるの？何も話してない。しゃあない。じゃあもうイチャイチャしてあげるか。チューもした中だしね。2回も。じゃあ3回か。ペンタゴンの幹部にうんざりか。ペンタゴン。ペンタゴンって可愛いよね。なんか名前がね。じゃあ皮肉よか。世界を征服する計画に夢中みたいだったから。勝手に出てきちゃった。俺たちも片棒を担いだんだ。まあね、そうだよね。じゃあ後悔しよう。引き受けなければよかった。ただ自由が欲しかっただけなのにバカだった。そのおかげで左目を失ってこれからどうする。ビーコン様になっちゃったしね。ライアンは遠くに行こう。できるだけここから遠くへ離れたい。遠く最低な人生を忘れられるくらい遠くへ行くの。あなたはどうするの？ CIA が全て用意してくれた。お前の後をついて大型の高級車にゴルフミーティング。ゴルフミーティング、まだ返事はしてないけど意味がわからない。考えてみるよ。ゴルフとミーティングをガッチャにするの。うわ、集中力かけそうな。あナイスショット。おう、ジョディ、おう、一緒に来ないか。俺たちはお互いいろいろあった。俺も間違いを犯してきた。男ってなんでこう何回も何回も。でももう一度やり直して、やり直そうとするんだよね。一緒に歩んでいかないか。それは無理よってなるよね。俺たち大変なことを乗り越えてきただろう。いやここはごめん、エイデン。でもエイデンはすぐになれる。本当に？彼もそのうち俺になれるさ。イチャイチャしてる時だってエイデンが監視して。それに食器彼も俺も君を大事に思ってる。でも、ごめん、ここは、断る。あんたは嘘つき。あそこでチューしたのも異常な状況からだな。おう。ほら、かの有名なスピードという映画で言ってたじゃない。異常な状況下で生まれた愛はすぐに終わるって。わかった。でも、覚えていてほしい。何？いつでも力になるよ。それすらも嘘に聞こえた。ああ、そこにいたか。レイさん探してたぞ。ほら、オフィスに行こう。またな、ライアン。ああ、そうそう。俺のオフィスにいいシングルボルトがあるんだよ。後でどうだ？いや、俺はその…おい、ずいぶん釣れないじゃないか。いい酒だぞ。シングルボルト。後で迎えに行く。オーケー？こっちだ、ジョディ。いや、俺
からしたらっていうかジョディからしたら多分コールの方がなんだろう、うん、いい男性な気がするよね。プリンセスして、プリンセス扱いしてくれるし、断ってよかったのかって、多分これ断ってたら辛い決断ってのもあるもんだ。よくわかるね、辛い決断をしたのかっていうのは。まあでも決意を固めないと、ね、いつも誰かが決めてたから、自分で決めるの、これからは自分で決める。あ、いいね、気持ちに正直なら正しい決断ができるさ。コールマジでいい人、主人公はコールで MVP だよな。よく分かったね、コール断ったって。多分受け入れてたらなんかあのネイさんじゃなくて、ライアンと一緒に行くっていう、まあ、オチがあったんだろうな。で断ったから今これコールが出てきてるから、今これ分岐してんじゃねえかと信じたい。でも大体俺の予想っていうのは外れるから当てにしちゃダメさて、じゃあネイさんに会いましょうか。よし、着いたぞ。終わったら迎えに来るよ。 OK。 とびっきりのプレミアムモルツを用意しといて。どうしたどうしたどうした。ネイさんの言葉には気をつけろ、気をつけろ。あ、やっぱりなんかあるのかな、裏が。ついにネイさんにも何か裏の顔が出てきたのかな、それとも本性と言うべきか。邪魔するよ。どうぞ。邪魔されたら帰って。あいよ。そういうあれなんだね。さて、特にないか。すほんと立派な部屋だよね。あれ、ちょっと進んだ。やあ、ネイさん、元気してたか。ジョディ元気そうでよかった。すぐにそうやって男はハグを求める。セクハラ。どうした、あんまり嬉しそうじゃないよね。私は役目を果たした。解放して、次は CIA の番。そりゃそうなるわな。もちろんだと思う。 CIA のことは心配するな。何、その中にお金。君はもう存在しない。ということ、別の人間になるってこと。開けたら何。ああ、なるほど、偽造パスポートというやつですね。誰、なんて名前なの。君はエリザベス・ノースだ。新しい ID と人生。エリザベスはあれだよね、なんか大使館かなんか行った時に名乗ってた名前だよね。ノースってどっから来たんだっけ。あ、そっかそっか。50万ドル用意した。たった5000万。これまでの見返りだ。再出発には十分だろう。まあ今のレートだったら6000万か。いや、再出発するのにたったこれっぽっちじゃ。昔を思い出させるものはいらないよ。うえ、そういうこと。なんかすごい冷たい女性になってってるよね、言葉。行く前に一つ頼みがあるんだ。出た、気をつけろ。コールの言葉しか信じたらダメだぜ。まだ利用する気だから、ね、妻と娘が15年前のあの事故で死んだ時、私も死のうと思った。泣き続け、言い聞かせ、死ななければならなかった理由を探した。もうあれから15年経った設定なんだよ。なぜだ、二度と抱きしめることもできない、まるで一生治らない傷だ。だが君が現れた。娘のようにした。そして知った、二人が死んだ後もずっとそばにいたことを。ただ見えなかっただけだ。もう一回会わせてほしいとか言うんじゃないだろうな。それは危険すぎるぞ。なんかだってもういないんでしょ、レイ君がいないもんね。政府はインフラワールドの研究を全面的に支援した、なんか政府は軍事用途を求めていて、私は家族に会う方法を探していた。何年もかかったが、ついにこれを作ることに成功した。いや、元気だったかい。
いや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 、ちょっと狂気の沙汰じゃねえな。これ、え、何その。ローラ。何ワールドだったっけ。会いたかった。にいる二人ってこと？いや、解放してあげてよ、魂。毎日会いに来てる。いや、解放されたかったよ。私はインフラワールドの魂と交信するためのコンデンサーを作っているんだよ。死者との会話ダチョウでいい。信じられるかい？私にどうしろと。だよね、妻と娘と話したいんだ。あ、そこここまで持ってきたから私の魂を憑依させろと。私の研究が完成するまでそれができるのは君だけなんだ。いやいやいや、断れ。ああ、ここは拒否するやな。兄さん。ダメ。そうだよね。いや、私にはできないよ。できないし、多分二人もそれを求めてないと思うよね。最後に声を聞いてからもう15年になる。本来はだって聞けない声だぜ。君という症状を通じて以来だ。ジョディ。無理やろ、さすがに。どうか頼む。ジョディ。すごい純粋な目してるけど。私のために。あなた裏切ったし、手を貸して。うわー、やるのか。本当にジョディって優しい。すげえ気持ちねー。ちょっと待って。あー、これでいいのか。うわー、どうなってんのかな、どうなるかな。いった。あー、いった。君なんだね。いや、なんか良くない方向に行くんじゃないか、これまた。会いたかったよ。行かせて、姉さん。ほら、そう、やっぱりね。とても苦しいの。だよね、だよね、そりゃそうだよね。お願い、行かせて。私たちを死なせて。お前、嘘だ。ヘレンじゃない、今のはお前だ。あなたが引き止めてるの。あの二人の表情みたいなさ。二人は二つの世界の狭間で苦しいね。そんなわけはない。嘘をつくな。二人とも私といたいはずだ。一緒にいることを望んでる。いや、ここは冷酷に行こう。話したいって言ったでしょ。いい、二人の気持ちは聞いたでしょ。さよなら、姉さん。で、最後のお別れか。そういう意味でブラックだ。兄さんが悪いわけでもないんだよね、本来はね。せっかく作ったのにこういうオチになってしまう。うわー、なんかこっから最終的にレイさんが悪役になっていきそうな気がするね。やっぱり気をつけてって、そういう意味だったね。コールいるかな。本当そのインフラワールドなんだろうけど、すごい砂嵐に見えるね、ただ単に。コール？あれ、ちょっと待って、コール？コールタン？タンタンコール？このエレベーターで降りるとか。ほい。おお、なんで？What？ 再び。